ファイル転送後は安全のためリンク URL を無効にしておきましょう。パブリックファイルをクリックしリンクを削除したいファイルのチェックボックスにチェックを入れますリンクを無効化をクリックしますはいをクリックします 選択したファイルのパブリックリンクは無効化されました。